ております。リレートーク開始したいと思います。今から私たち超党派でここで平和を守るためのリレートークを行います。まずは主催者の挨拶です。よろしくお願いいたします。お集まりの皆さん、雨の中ようこそお集まりくださいました。パトリオットミサイルはいらない奈良市の基地行動実行委員会の代表の吉澤です。本日は奈良市の基地に私たちの反対を押し切って PAC-3 ミサイルが配備されて10周年目ということで、その節目に首都圏さまざまな活動をしている人たちに駆けつけていただきまして、ここでリレートークをやっていきたいと思います。まず PAC-3 の問題でございますけれども、2007年11月27日の未明 に搬入された PAC-3 は昨年8月以来、破壊措置命令の常時発令に伴いまして、防衛省敷地内に奈良市の基地の2機の発射装置は常時展開をしているところでございます。そしてその2機の防衛省敷地内の PAC-3 の運用のための強力なレーザー装置は防衛省敷地内にはなく奈良市の基地で運用されております。つまり防衛省の PAC-3 ミサイルと奈良市の基地の航空自衛隊第一高射隊部隊というものは一貫して一つのものとして運用されているところなんですね。で、この PAC-3 も含むミサイル防衛、すでに2兆円近い税金が投入されておりますけれども、当たり前の話ですがまだ1回も使われておりませんし、その実効性については何一つ担保はされておりません。そして来年度の概算要求の中には、この SM3 と PAC-3 の改修の名目でさらに高額な税金が予算として組み込まれております。さらに先日のトランプ大統領との来日に対して、安倍晋三はまたもやアメリカに尻尾を振って高額な武器を購入すると約束をしたわけですけれども、その中には来年度概算要求に金額は明記されておりませんけれども、事項要求として入っているイージス・アショア2機がざっと1600億円以上というところで購入されることは明らかでありましょう。こうした意味もない、使い道にもならないミサイル防衛に対して、これ以上多額な税金を使うことを許すわけにはまいりません。そもそもこの間、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国が飛ばしているミサイルの高度を見てください。 PAC-3 なんか届くわけがない高度飛んでますね。そして SM-3 の高度、限界の高度の約2倍のところを飛んでるんです。どうやって撃ち落とすんですか。こんなもんちょっとの知識があればすぐ分かる方です。こうしたミサイル防衛に断固として反対してまいりましょう。そして木更津基地においては、本年2月1日より普天間基地所属のオスプレイ1機がもう10ヶ月になりますけれども、ゆっくりと解体修理が行われております。これが完成した暁には、試験飛行と称して木更津市民の上空を極めて低い高度で試験飛行をし、沖縄に帰っていきますが、それ以後続々と現在22機ある普天間基地のオスプレイが飛んでまいります。しかし普天間基地のオスプレイはすでに配備5周年を迎えておりまして、昨年12月の沖縄名護市阿武での墜落大破事故、今年の8月のオーストラリア沖での空母着艦失敗による墜落大破3名死亡と、こうした大きな事故だけではなく、エンジンから白煙が出るだろう、さまざまな不具合で不時着するだろう、そうしたもういろんな欠陥を抱えている機械に過ぎません。それがここ千葉県の木更津市民のところにこれから続々と飛んでくるわけです。こんな事態を許してはなりません。さらには陸上自衛隊が1機200億円以上で購入するこのオスプレイ、アメリカ海兵隊には60億に納入しているものを日本には200億円以上で買わされます。これが17機で、この配備先は佐賀空港が予定されておりますけれども、佐賀県知事と漁協が頑強に反対しているために、佐賀空港使用は今暗礁に乗り上げている。来年5機のオスプレイが納入されますけれども、その暫定配備先として木更津基地が上がってきております。米海兵隊のオスプレイ、そこに陸上自衛隊のオスプレイを加わると、木更津基地はオスプレイの大中心地になる可能性があり、
木更津市民の上空を大変危険な状態で飛んでいくことになるでありましょう。こうした木更津基地での海兵隊のオスプレイの定期点検拠点、そして陸上自衛隊の暫定配備、これに対しても断固として抗議してまいりたいと思います。そして8月に出されました防衛省の概算要求は過去最高、もうこの間ずっと過去最高ですけれども、5兆2552億円と、まあ、このような多額な税金が防衛、つまり軍事費として使われていく、そしてそれには含まれていない多額のアメリカ産の高額な武器を買う、そうしたローンも組まれています。こうした形でもって日本とアメリカが軍事的そして商売というレベルにおいても一体化していく、まあ、こうした事態、私たちは看過しているわけにはまいりません。そして最後に、私たち日本国民にとって生きている精神的な支えでもあるところの日本国憲法の平和主義の理念が今風前の灯火になろうとしています。2014年の集団的自衛権行使容認の憲法解釈の強引な変更、2015年の安保関連法制すなわち戦争法制の強行採決、昨年の新ガイドラインの強行、そしてつい先般の共謀罪と、安倍政権は日本国憲法で認められたさまざまな人権、そして平和主義や基本的人権の理念というものを次々に踏み潰しておりますが、先般の総選挙の結果を受けて政府自民党は明確な改憲のスケジュールを出してまいりました。憲法9条に自衛隊の存在を明記する、しかしその自衛隊自体が徹底的に変質をしております。今年度の予算で朝霞基地に陸上自衛隊陸上総隊なるものが設置されます。木更津の部隊、そして習志野の部隊もその陸上総隊直属になっていって、もう方面隊という縛りを超えて日本全国どこでも世界中どこにでも戦力と展開する可能性を我々の千葉県にいる自衛隊部隊は持ってしまうことになります。これ陸上自衛隊総隊の存在に対しては明日朝霞基地に対する申し入れを行いますけれども、こうした陸上自衛隊そのもの、そして海上自衛隊航空自衛とっくに総体制になっています。自衛隊を3隊を統合運用で日本国どころか世界中どこにでもの戦力として軍隊として展開していく、こうしたあり方の自衛隊を9条に明記することは憲法9条そして全文にある理念を完全に破壊するものであるとして、ここで大きく抗議の声を上げていきたいと思います。本日は天気良くないですけれども、最後までリレーと貫徹し、そして3時半からのデモ果敢に戦い取ってまいりましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。パトリオットミサイルはいらない習志野基地行動実行委員会の代表吉澤博さんでした。今お話聞いて私驚いたんですけど、アメリカの海兵隊には60億円で納入しているオスプレイを日本は200億円で買わされている、これ私たちの税金ですよね。歩いている皆さんにも直接関係することです。こうしたことをぜひ知っていただきたいと思います。続きまして、在日米軍を監視する市民団体リムピースが発信するインターネット記事の編集長ライ・バタローさんにお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。習志野市内に住んでおります、ライと言います。オスプレイについて、まあ、いろいろ、危なくないの危ないのっていろんなところでお話ありますけども、水かけ論にならない、一つのデータがあります。オスプレイの事故率です。10万時間に何遍とんでもない事故が起きるか、そういうものを積算したものが事故率の推移です。まあ普通の飛行機でしたらね、どんどん下がっていくんですよ。オスプレイなんか言ってるんだ、ミサイル、いかに関係あるのはミサイルだよ。いろいろ面白いこと言い方がありますけども、オスプレイ飛んでねえよ。オスプレイ飛びますよ。そんなもんよりよ、ミサイルがこっち向けられてんだよ。
好きだからよ。あ、みんなの全部で大さん、え、これ無視してもよ。いやしていただきます。我々はそのオスプレイの事故率ですが、年寄りは孫がいるけども孫の命いらねえのか。天馬に配備するときに確か 1.93 だか97だかそんな数字でしたね。つまり10万時間飛ぶと、まあ、2機ぐらいが落ちるというそういう数字でした。最近バタバタと落ちて、あの沖縄のアブで落ちて、それから、まあ、さっきも紹介ありましたけども、オーストラリアで演習中に揚陸艦に落ちました。それからもう一つはシリアで、落ちました。そうすると事故率はポンと上がりますよね。 3.6 から7ぐらいの数字、つまり導入した時より倍近くなってるわけです。これをどう考えればいいんでしょうね。あの普通の、工業製品ですとどうしてもそれは初期故障があります。ですから最初はちょっとね事故率って増えるんですよ、どうしても。でそれがどん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 飛行時間が、積算されると減ってきます。これが普通の飛行機です。普通の工業製品です。オスプレイはそうじゃないんです。つまりどっかに無理があるんですよ、あの飛行機を飛ばすには。どこが無理かというと推進力に対して重すぎるんです。だから無理が効かない、無理が効かないからちょっとしたミスで落ちてしまう。ミスというのはその時間をかけて直すわけいかないですから、どうしてもその積算されて事故率が大きくなる、そういうことになります。でこの事故率が増えたに対してさすがに、新聞記者の皆さんが防衛大臣に対してなんでこうなるんだと聞いたらですね、いやオスプレイは非常に危ない任務をしてるから、だから落ちるんだと。本当でしょうか、ね、だからそういう言い訳をしてなんとかごまかそうとしたわけです。じゃあ一つ、じゃあ防衛大臣にお聞きしますけども、もしオスプレイが今まで安全な飛行してたり落ちたなら、今後特に、夜間飛行とか空中給油とかそういう危ない飛行を始めた場合にさらに落ちます。それが今回あと、ね、北上上空はね、事故率が上がってる、そういう状況です。ですから、そういう事故率の高いということは結局誰も反論できないんですよね。それで、じゃあ木更津の話にしましょう。ギャラリーもいるもんです。あのギャラリーじゃないオスプレイが、木更津に、修理で飛んできてます。で木更津の飛行場というのは実は羽田空港に、大量にアプローチする旅客機のルートの真下にあります。木更津に行ってみると分かりますけれども、真上をバン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 、でっかい飛行機が飛ぶわけです。ボーイングの777とかジャンボも飛びますね。そのために、木更津の上空の飛行が、木更津基地の所属機の飛行は非常に高度を制限されます。飛行機というのは高いところ飛んでる方が安全なんですよ。ですから低く飛べば飛ぶほど危険性は増すし、で、先ほど海の方飛んでるとかいう声がありましたけども、そうじゃないんですよね。アプローチは必ず人の道の上通るんですよ。そうなの？知らなかった。ですから非常に危ない飛行場です。そこに例えば自衛隊の飛行機がどっと増えた場合どういうことになるか、
それもオスプレイが増えた場合にどういうことになるか、もう想像すると思います。でしかもオスプレイというのは木更津基地だけで訓練するわけではありません。アブで落ちたオスプレイの事故報告書を読みました。そこには低空飛行ルートを飛んでると、でそれは奄美大島にあると書いてありました。つまり沖縄のオスプレイが鹿児島で飛んでるわけですよ。もし仮にですよ、木更津にオスプレイが来たら決して東京湾とかそれから相模湾の中で飛ぶだけじゃないです。もっと陸地の上で訓練します。千葉の上空をボンボン飛ぶことになります。そういう非常に危ない飛行機です。ですから、そういったものをすでに、ああだこうだ言ってることにあって、そういう危険なオスプレイを、絶対阻止していく。危険なのはあなたたち。千葉から、オスプレイを追い出す。もちろん沖縄からも追い出す。当たり前の話です。日本から追い出す。それが安全につながります。以上、簡単ですが、市民ネットワークの皆さん、終わります。はい、ありがとうございました。在日米軍を監視する市民団体リムピースが発信するインターネット記事の編集長雷和太郎さんでした。ありがとうございます。私たちは今日ここでオスプレイを導入している、自衛隊にもそして国にも抗議する意味を持ってここでリレートークを行っています。先ほども聞きましたけど、海兵隊は60億円で納入されているオスプレイ、日本は200億円で買っている。私たちの税金どうやって使われるのかということ、ぜひぜひ皆さん関心を持ってください。続きまして、武器輸出反対ネットワークナジャッドの代表、亡国の武器輸出などの著書があります杉原浩二さんにお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。こんにちは。久しぶりに、千葉で発言するような気がしますけれども、ですね、まあ、いいから聞いてないを話すからね、これからね、まず聞いてから言ってください。はい、ですね、まあ、僕は武器輸出反対ネットワークというちょうど12月の中旬で丸2年になりますけれども、まあ、いろんな取り組みをして走ってきました。でつい一昨日年に1回やってる集会を無事終えて、まあ、ちょっとホッとしてるんですけれども、まあ、集会は終わったとはいえ武器輸出の動きは全体としては難航しています。潜水艦のオーストラリアへの輸出やP1 という対潜哨戒機というやつですね、潜水艦を見つけて攻撃もできる、これもイギリスで失敗し、ニュージーランドも難しいと言われています。ですから武器の本体の輸出はなかなかうまくいってないんですが、まあ、イギリスとミサイル、戦闘機から発射するミサイルの共同研究を、まあ、かなり研究を進めていたりとか、あるいは最近では東南アジアに自衛隊の中古の武器をタダで、差し上げてしまうという法律が5月に変わってそれができるようになりました。で早速3月にはフィリピンにヘリコプターの部品と TC90 という海上自衛隊の練習機というのがあるんですが、これを5機タダで差し上げるということになっています。でもう一つですね、この中古武器で非常に大きな問題に今なっているのが、マレーシアが自衛隊のですね P3C って聞いたことありますか、有名ですよね、ロッキード義国の本丸だということで、先日 NHK スペシャルでも、かなり問題になってましたけれども、今日本は100機ぐらい持っていて世界で一番持ってる、もうアメリカは切り替えているので、でこの P3C も自衛隊も切り替えて P1 という輸出しようとしている飛行機にやはり自衛隊も切り替えていて、まあ、だんだん古くなってくるので、これをマレーシアが欲しがっています。
でただで、渡そうとしてるんですが、それだけにとどまらず、実は武器輸出版の ODA という、まあ、政府開発援助、私たちの税金ですね、援助に使うという、まあ、ODA ですが、これを武器輸出にプラスアルファで援助金をつけようという話が今浮上していて、つい先日、数日前にですね、菅官房長官が官邸に財務省の岡本という主計局長を呼び出して、そういう仕組みを作れという指示をした。こういうとんでもない、まあ、税金泥棒、武器を売るのに税金でただで渡すだけじゃなくて援助までつけるというですね、恥知らずも甚だしい。でこれなんでこんなことまでしてるかというとですね、実は安倍政権がやってる成長戦略があります。でインフラ輸出というのをやってますよね。鉄道や道路やあるいは武器や原発を売りつけて GDP を上げればいいじゃないかという、このむちゃくちゃな、まあ、悪魔の成長戦略というふうに古賀茂康さんが言ってますけれども、実はマレーシアに高速鉄道の今、商戦が始まっていて、年末に入札があります。で中国などと競うんですが、非常に形勢が日本は不利だということがあって、何としてもこの、マレーシアのシンガポールからマレーシアのクアラルンプールまで、350キロの、鉄道なんですが、これでなんとか日本がゲットしたいということで、まあ、そのままあの参加するだけでは弱いので、まあ、武器をタダで渡してさらに援助までつけようというですね、これむちゃくちゃじゃないですか。こんなことを今やろうとしているので、これも皆さんと一緒にですね、なんとか潰したいというふうに思っています。それともう一つ大きな話が最近浮上しているのは、これ中古じゃなくて新しい武器 C2 というですね、大型の輸送機川崎重工が作っていまして、まあ、かなり性能がいいというふうに自慢しているわけですが、これをニュージーランドに売るという話は進んでますけれども、まだどうなるか分かりません。でもう一方で UAE という国があります。アラブ首長国連邦、あのサッカーやったりするところですよね。小さな国ですけれども非常にお金持っているということで、 UAE が欲しがっていて、これはただではないんですけれども、輸出の話が今進んでいます。で許せないのは、 UAE という国は今何をやっているか、サウジアラビアが主導してですね、中心になってサウジアラビアの南の隣のイエメンという中東で一番貧しい国を、中東で一番豊かなサウジアラビアがイギリスやアメリカやドイツや中国など十数カ国から輸入した高い高性能の武器を使ってですね、連合軍を作って2015年の3月から空爆をしてるんです。でこれ無差別空爆で子どもたちや民間人も大量に巻き込まれて、まあ、わざとやってるようなもんですけれども、もう数千人の死者が出ている。でそれこそインフラが破壊されて、病院であったり道路であったり水道であったり破壊されて、飢餓が非常に深刻になっています。で今全人口の3分の1の700万人が飢餓状態にあって、でつい6日にはですね、ミサイルが飛ばされたということをまあ理由にしてですね、イエメンとサウジアラビアの国境を連合軍が封鎖して、国連や NGO の人道物資が今入らなくなっています。でこの間コレラも非常に蔓延してしまって、もう今90万人ぐらい感染者と感染の疑いのある患者が出て、このままいけば年末には100万人にも増える。そこに援助物資が入らないわけですね。もう国連はもう何度も警告して、もう最悪の人道危機であるというふうに言っています。この連合軍に参加している UAE に、その連合軍の作戦に参加するというふうに国防省の関係者が明言している。この作戦に使われる輸送機を売るということがどういうことですか。かつて武器輸出三原則が3年半前にありました。安倍政権が閣議決定で勝手に撤廃しましたけれども、その三原則の理念の柱は紛争当事国に武器を売らないということでした。紛争を助長しない憲法9条の理念を形にするものとして自民党政権が作ったんですよ、これを。それを、まあ、民主党政権も武器の共同開発に穴を開けて、まあ、責任を負ってますけれども、安倍さんが最後はそのものを撤廃して防衛装備移転三原則という名前だけ言葉だけ変えて全く逆向きの成長戦略で武器を売るという方向に今なった。それが今紛争当事国に兵器で武器を売るところまで行き着いているわけですね。ですからこの
UAE への武器輸出は絶対に潰さなきゃいけないということで、早いうちに大騒ぎをして潰さないとですね、話が進んでからだと止められないので、年末年始を返上してというふうには言いませんが、まあ、なるべく早くですね、まあ、緊急集会をやろうという声もあるし、アクションシートでハガキをつけたシートを作って川崎重工や防衛装備庁に送るとか、まあ、いろんな働きかけできます。で、選挙終わって立憲民主党もできたので、民主党時代の反省を踏まえて武器輸出反対を掲げてもらって、立憲野党の共通政策にもしてほしい、まあ、いろんなことをやらなければいけませんけれども、とにかくこのギリギリの場面で、この2件の話を潰して、できれば武器輸出三原則の復活まで見据えてですね、取り組みを強化していきたいと思います。で、最後にですね、吉田さんの方からも話ありました予算の問題、オスプレイやグローバルホークや、あるいは F-35 戦闘機42機買うんですよ、これを。しかも部品がまだついていないで、まともな作戦に参加できないというような状態も今ある中で、トランプさんが武器を買えと言って、分かりました、まあ、もともと買いますがさらに買いましょうと安倍さんが言った、そういう中でこれからおそらく今でも非常に大きくなっているアメリカ製武器の予算増えていく一方だと思っています。で、イージス・アショアというのも、萩市 と、秋田県でしたかね、両方の市が、自衛隊の演習場が候補になって、入れていく方向になっていますし、今回の予算で許せないのは敵基地先制攻撃、敵基地攻撃兵器、まあ、先制攻撃もできますが、その研究費がしっかり入ってるんです。で、南西諸島防衛を名目にして高速滑空弾というですね、まあ、グライダーのようになんか滑空するらしくて、ジャンドミサイルでも巡航ミサイルでもない、まあ、新型の兵器、これと新しい、まあ、対艦ミサイルということで艦船に向けてのミサイルと言われてますが、別に艦船だけでもなくてどこにでも撃てるわけですね。で、こちらのミサイルは日本版のトマホーク巡航ミサイルだと言われています。非常に射程が長い、こういうものを持っていざとなればですね、ミサイルが飛びそうだということで情報操作をして、アメリカに追随する形で日本もですね、敵基地を攻撃するというようなこともやっぱり考え出してるんですね。で、かつて2003年の時も同じような予算の話があった時は公明党が反対して潰れた。でも今公明党がへの突っ張りにもならない、そういう中で私たちが騒いで、これもですね、予算の問題、1月おそらく国会始まって予算審議ありますけれども、野党にしっかり質問してもらって騒いで、やはり予算を削らせていくと、まあ、イージス・アショアもそうですけれども、やっぱり私たちいろんなやるべきことどんどんあるというふうに思っています。で、大事なのはやはり地元の地域の運動だと思います。この習志野の運動は、10年間、続いてきているということで、本当に敬意を表しています。私もかつては一緒にミサイル防衛反対運動10年やってたんですが、ちょっと今は発展的に解消しておりますけれども、これからも地域の運動、やっぱりイージス・アショアの地元でもですね、こういう動きが始まってほしいと思いますし、そういう働きかけも必要になると思いますので、これからも力を合わせて一緒に頑張っていきたいと思います。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。武器輸出反対ネットワークナジャット代表の杉原浩二さんでした。私たちあまりにもいろいろなことを知らされていないなということを痛感するお話が続いています。北朝鮮が攻撃してくるぞ、ミサイルが落ちるぞ、だからそのために必要なんだ、これは非常に簡単な理屈です。そして乗っかりやすい理屈です。そういうふうにして人の心を一つにするというやり方で、これからも多くの国で戦争が起こってきました。国民の心を一つにして戦争に突っ込むところ、そういう時にやるやり方です。次の平野さん、リュウジ立法、治安弾圧を許すな、北部集会実行委員会で練馬の自衛隊基地の問題に取り組んでいる平野さん、次によろしくお願いいたします。皆さん、雨の中決勝どうもお疲れ様です。私たち有事立法治安弾圧を許すな北部集会実行委員会の方からですね、
この本校に対してアピールを、させていただきたいと思います。ちょっと非常に長い名前ですけれども、この集まりはですね、東京の北部地域で、戦っている労働組合あるいは市民が集まってもう20年ほどですね、取り組みを続けております。東京のですね、北部においては、練馬、板橋、あるいは北区で、活動する仲間が集まっておりますけれども、この北部に、自衛隊の駐基地がですね、3つあります。十条、それと練馬、それとですね、浅賀っていうのは埼玉の浅賀市なんですけれども、事務所の住所地がですね、練馬区ということになってまたがっておりまして、練馬に、あることになっております。それで私たちの取り組みはですね、毎年、決まった取り組みはです。まずその一つが、練馬駐屯地に対してですね、7月毎年、練馬駐屯地祭というのが行われるんですけれども、その駐屯地祭というのはですね、第一師団が、創立された記念日ということで、創立記念祭ということで言っておりまして、通称、駐屯地祭、駐屯地祭というふうに言っております。この駐屯地祭というのはですね、全国各、自衛隊基地でいろんなお祭り、取り組む、やられているというふうに思いますけれども、これは市民にですね、基地内を開放して、それで、兵器に触れさせてですね、あるいは模擬店でいろんなものを販売したり提供するという中で、自衛隊を市民認知させてもしようという動きで、その融和を図ろうというイベントの一環です。で、私たちはですね、このような動きに対して毎年4月に練馬駐屯地反対ということで、門前でですね、ビラ巻き、あるいはマイクを使っての乗船行動を行っております。これもですね、20年以上、続けております。で、毎回やってるもんですから、もう自衛隊の方とですね、あと警察の方は、毎日構えて弾圧の布陣を取ってるということになってるわけですけども、自衛隊の方はですね、警務隊ですか、いうのが出てきて、あるいは自衛隊や警察や所轄のですね、制服、私服が、出てきて弾圧の対象を取っております。で、毎年警備課長の対応にいろんな、差というかですね、まちまちで、通常は何もしないんですけれども、あるちょっと短期な警備課長になるとですね、何時何分までに終了しないと部隊を持って移動させるというようなことを言ってくる人間もおります。で、ビラ巻きとか情勢についてはですね、そのお祭りに参加するのは、自衛隊に、基本的に賛成、したり支持したりする、そういう市民が多いんですが、中にはですね、ビラ巻きの仲間に対して文句を言ってきたりですね、ビラを丸めて投げ捨てると破るだとかいうのもあります。中にはお前ら中国のスパイ、中国共産党のスパイだというのも言ってきておりますが、大きなトラブルは特には、至っておりません。で、それがまず一つの取り組みでして、もう一つ6月にですね、その練馬駐屯地に対して、練馬駐屯地撤去のデモを、かけております。これも練馬駐屯地の近くのですね、公園で集会を開いて、で、何度か奈良市の仲間にも参加していただいてですね、共にデモ、そして申し入れ行動というものをやっております。この私たちのデモというのもですね、決して多くはない、30人からせいぜい50人ぐらいの集まりなんですが、その度にですね、周りを私服警官、公安警察ですね、これは30名以上、構えているということで、その中を私たちは、反基地のデモを、取り組んでおります。それからですね、PAC-3 が奈良市に配備されもう10年ということに、なるわけですけれども、奈良市の行動の仲間とはですね、その頃からのお付き合いということで、一緒にですね、諸行動とか、呼びかけあったり参加したり、いうことで取り組んでおりますけれども、それからですね、この安保法制の頃から、この奈良市の、それから立川の自衛隊関係者と村、それと私たち北部集会実行委員会、それぞれですね、基地を抱える町から、普段からですね、運動をやっているという3社が集まって、どうやって安保法制に反対していこうかという論議を始めて、そこからですね、かなり共闘関係を強めて、運動を続けております。安保法制反対の論議を続ける中で、銀座のデモ、銀座ですね、でデモを行う、あるいは、学習会を行う、それから、防衛予算の、学習会を、行う、それで防衛省に対して申し入れを行う、こういうことを何波もですね、繰り返して、行動を起こしております。
で最近は先ほど発言ありましたナジャットの仲間なんかの協力なんかも得まして、運動の方を続けておる次第です。ここ千葉においてはですね、発言がありましたけど木更津駐屯地に、オスプレイの整備拠点ができるということはまさに、日米の軍事同盟を強化する、その拠点が一つ出来上がったということを言わざるを得ません。私たちはこのようなですね、戦争の道にひたさ走る、安倍政権に対して断固として、抗議の声、反対の声を上げながら、戦いを進めていきたいと思っています。それと、主催呼びかけの方からですね、長瀬の仲間からもありましたけれども、自衛隊の最近の動き、この5月にですね、国会において自衛隊法の改正ありました。総隊司令部というものを設置して、自衛隊の機能を強化して、いつでもどこでもアメリカ軍と一緒になって戦争ができるということをですね、効率的、機能的に運用していこうという司令部を設置しようとしております。それに対する、総隊司令部設置、これに対しても私たちは反対し、乗船行動、申し入れを行っていきたいと思います。その呼びかけのビラについては先ほど後で後ほどですね、お配りしたいと思いますけれども、そういう戦いを進めていきたいと思います。暴走を続けるですね、安倍政権に対して私たちはこれからも反基地、それと反治安弾圧の戦いを結びつけて、だらしの、そしてこの場に集まった多くの仲間と共に戦いを進めていきたいと思います。本校に対するアピールとさせていただきます。三宅さん、ありがとうございました。 UG 立法治安弾圧を許すな北部集会実行委員会で練馬の自衛隊も基地問題に取り組んでいる平野さんから言葉メッセージいただきました。次にですね、本日来ていただくことが叶わなかったんですけれども、メッセージをいただいております。オスプレイ来るないらない住民の会からのメッセージを代読させていただきます。オスプレイ来るないらない住民の会は結成3周年を迎えました。18団体2000名を超える組織に成長しました。オスプレイは沖縄配備から5年、陸上自衛隊木更津駐屯地配備の報道から4年、同木更津駐屯地定期整備基地化決定から3年、同木更津駐屯地定期整備企業に株式会社スバルに決定から2年、定期修理のために同木更津駐屯地に1番機が飛来して10ヶ月、まさに安倍政権の5年の政治と一体です。総選挙で勝利した安倍政権は武器輸出、アメリカからの高額の武器輸入、北朝鮮への力でねじ伏せるトランプの盟友として武力による威嚇を主張しています。日本国憲法第9条は国際平和のために国際紛争を解決の手段として戦争、武力による威嚇、武力の行使はしないと明確にしています。国際社会に向けて日本政府と国民、私たちの決意の表れではないでしょうか。安倍内閣の違憲戦争法、憲法破壊、民主主義破壊に立憲民主主義を基調とする全ての勢力が手を結び、安倍内閣を倒す一大行動、憲法第9条を変えさせない、憲法が生かされる政治へ共に奮闘することを決意しています。簡単ですが、連帯の気持ちです。2017年11月17日、地元の団体であります木更津、地元の団体でありますオスプレイ来るないらない住民の会事務局長中野明様よりメッセージをいただいております。ありがとうございました。まさに今回の選挙では安倍政権が勝利したと言われておりますが、実際に、自民党を支持している人は4割にも満ちていません。投票率が4割、そしてその中の支持している人が4割、それを日本国民全員が支持しているかのようにする、そんな政治は許すわけにはまいりません。では続きまして、日本共産党深津敏郎さんよりお言葉いただきたいと思います。賛成してるんだ、国民がそれが総理なんだ。どうも皆さんご苦労様です。
私は日本共産党の、千葉県西部地区委員会の副委員長をやっております、深津敏郎です。どうぞよろしくお願いいたします。今度の、選挙、本当に先ほど三宅さんがおっしゃったように、本当に国土共産党、ね、5割の、投票率で、そして 30% の支持で 60% の議席を得た、このような、本当にですね、国民の総意を、この国民の総意をこれを得ていない、こういうような安倍政権、そして実際ですね、この、憲法9条、これをですね、本当に変えようとしている、このようなことは絶対私たちは許すわけにはまいりたいと思います。そして皆さん、なんと言ってもですね、このやはりこの、憲法9条、これを今本当に私たちはこの憲法9条に第3項に自衛隊の存在を書き込む、このことをすることによってこの憲法9条を変えようとして、私たちはこの安倍首相が日本が海外で戦争ができる国にどんどん今させようとさせているではないでしょうか。私たちはこのような動き、安倍首相の動きを絶対に私たちは、その、やめさせていく、このようなことで言えば、私ども3000万署名、全国で3000万のこの、憲法9条、これを反対をしていく、このような署名を行って、その先頭に立って頑張ってまいりたいと思っております。そして皆さん、この、腐らずにこの、オスプレイをこれを配備をするというか、この整備基地をこれを行う、このようなことを私たち絶対許すわけにはいかないと思いますし、皆さん日本共産党ともこの運動を、と一緒になってね、私たち頑張ってまいりたいと思っております。そのようなことで今日は参加をさせていただきました。どうぞ皆さん、今後ともよろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この度の衆議院議員選挙ではですね、野党共闘のために、日本共産党さんの果たした役割は非常に大きいと思っています。正直言って私も日本共産党にはアレルギーがなかったわけではありません。しかし今回の憲法を守るための行動については日本共産党さんに敬意を表さないわけには参らないと感じています。その共産党さんからお言葉をいただきました。それではですね、はい、メッセージを緑の党三橋さんからメッセージをいただきたいと思います。緑の党はテロリストだよ、それあんただよ。緑の党千葉県本部、よく来たな、党営委員をしている三橋時子です。今日は皆さん雨の中ご苦労様です。実はパック3がですね、パトリオットミサイルが奈良市の基地に導入される時にですね、夜中でした。あえてわざと夜中に入れたんです。その時私たちは反対する、奈良市の基地行動実行委員会はその時反対に行きました。奈良市の基地に行きました。それでやはりですね、パック3反対運動から今はオスプレイの危険にさらされている千葉県になってきました。木更津基地にオスプレイが発着するようになりました。私たち千葉県民は危険にさらされています。さらされます。これからもこれからの未来を担う子どもたち、若い人たち、その人たちが安心して暮らせる千葉県
を作るために私たちは今回のオスプレイ木更津基地に来ることを反対しています。それからこれは千葉県だけの問題ではありません。私は沖縄に行ってきました。沖縄のオスプレイが墜落した現場も見てきました。あれは墜落ではなくて不時着だと米軍では言っていますが、明らかにこの目で見ては墜落です。そして沖縄の辺野古の反対運動をしている人たちと一緒にカヌーが沖に出てカヌー隊も反対をしています。そして私は抗議船に乗せてもらってその辺野古の基地現場に行きました。もう本当に沖縄の人たちはですね、もう本当に体を張って一生懸命それを阻止しようとして頑張っています。そして私はその姿を目の当たりにした時に私の住んでいる、まあ、あちらの沖縄の人たちに言わせれば本土の人って言いますけれども、本土の私たちはそのような沖縄の人たちのために何をしているんだっていう、なんか自分の力のなさ、そのことがすごくもう強く心にずしんと押しかかりました、のしかかりました。私たちはやはり沖縄を忘れてはいけないんです。木更津のオスプレイもそうですし、沖縄とつながっていかなければなりませんし、沖縄の人たちと同じ気持ちにはなれないかもしれないけれども、なろうとする努力、なろうとならなければならないっていう覚悟、それが皆さん一人一人がしなきゃならないんですよ。今私たちこの世代責任として、もう私も70数歳ですけれども、今生きている世代責任として次の世代に安心して暮らせる沖縄であり千葉県であり日本であり、それを作っていかなければならない、ならないはずです。どうか皆さん力を一つにして気持ちを一つにして頑張っていきましょう。緑の党千葉県本部三橋時子でした。どうもありがとうございました。緑の党三橋さん、ありがとうございました。それではですね、ここからは集まっていただいた方々から順番にフリートークしていただきたいと思います。トーク希望の方どうぞこちらにおいでください。はい、あ、そちらの方は別の日にどうぞおやりください。私たちの税金をね、どう使ってもらいたいかっていうことも考えながら、どうぞご通行中の皆さんお聞きください。おわすまいさんの皆さん、私は習志野市在住の者です。このパック3が配備されて10年、この集会にはたびたび参加させてもらっております。その中で一言、習志野市放火の運動をやってものとして発言したいと思います。現在習志野市では J アラートですね、これの避難訓練を称して J アラート、これを11月の1日、あるいは11月の14日に習志野市内で鳴らしました。その J アラート、これ習志野市のホームページを見ますとね、これが政府のね、広報局につながっておりまして、それを見ますとね、この J アラートはミサイルの避難訓練のためにやっているということで、まさに習志野市はこの災害のための J アラートということでやっているんだけど、実態はミサイルに対する避難訓練ということにやっているのは変わりないです。しかしながら習志野市はね、全くパック3のことに触れないんですね。10年前に配備されたパック3がまさにミサイルを撃ち落とすためにやったっていうなってもね、なったんだけど、
全くそのことに触れないこと、それは何だということを、それは何だということは、この PAC-3 が全くこれは役に立たない、全く役に立たないものなんですね。4億円という税金の無駄遣いをして、全くミサイルも撃ち落とさない、そんなような PAC-3、こんなものはまさに税金の無駄遣いであって、即撤去すべきだというふうに考えます。一方、習志野市では、とんでもない陳情が毎回出されている。差別排外主義的な財、差別最大主義的な陳情ですね。生活保護バッシング、あるいは外国人差別、あるいは原発を再稼働しろというようなとんでもない陳情が毎回毎回出されている。このような安倍政権の意向を受けたようなそういった陳情に対して、我々はこんなのは許すことができなくて、毎回陳情は陳情に対して抗議の声を上げています。ただし残念ながら、習志野市の与党は一部はこの生活保護バッシングとかそういった差別排外主義な陳情に賛成というかね、する議員もいるというようなことは非常に、ね、残念だと思います。一方、我々は習志野市の取り組みとしましては、2015年の安保国会連日これ公認行動に出まして、その結果として戦争は嫌だ、安保法反対、オール習志野行動を実行委員会を結成し、毎回国会行動、あるいは、日比谷野音の集会、あるいはその他の、5月3日の、委員会公演の集会等、毎回毎回出ておりまして、去年の10月には、11月には、木更津スプレー反対行動に習志野から30数名で参加しました。そしてまた直近では、沖縄ですね、有志でもって沖縄へ行ってまいりまして、そして辺野古、そして高屋でもって抗議行動を行いました。さらには抗議船に乗ってまさにその埋め立て近くの、ね、近くまで、進みました。そのような有志でもって抗議行動を行う一方、去る都議会選の最終日の7月1日には有志でもってこの秋葉原へ、そして安倍に対して安倍はやめろという声を叩きつけました。これはそのような行動をもって我々はこの中で習志野にもってこのような抗議行動をこれからも続けていきたいというふうに考えております。そして直近では明日11月19日この津田沼駅南口街頭でもって街頭宣伝をした後、明日の19日の国会行動へ、伺う予定です。そして、11月23日、木曜日、祝日ですが、3回目のオール習志野行動による京成横におけるパレードを行います。今、このチラシを配っておりますので、ぜひ、この抗議行動パレードに結集をすることを訴えたいと思います。そして、我々は、まだこの安倍を倒し、そして安保法を反対し、粉砕し、そして最後まで抗議の声を諦めず上げ続けていきたいと思いますので、どうかよろしく連帯の方をお願いしたいと思います。以上です。はい、よく分かりました。はい、ありがとうございました。他に発言希望される方いらっしゃいますでしょうか。皆さん、市川から来ました。今日本の借金っていうのはどのぐらいあるか皆さん知ってますか。今日の、ね、東京新聞のコラムを見たら、なんとね、1080兆円ですよ。1080兆円の借金があるんです。そういう中で安倍首相は11月の6日の日にトランプ大統領と首脳会談しましたよね。その時にトランプ大統領に安倍首相はステルス戦闘機も買っていいよ、ミサイルを買っていいよ、そういったことを言ってるのね。守ってくれんだよ、頼もしいね。だから今のね、日本の社会において本当に必要なのは、俺らの命守ってくれんのか。お前ら保育士さんの給料もすごく少ないです。で、看護師さんの給料もすごく少ないですよね。なんとの2015年には介護士さんの給料をね、報酬料金を切り下げてるんですよね。そういったこともあるんで、
今の安倍首相が本当にね、国民のために全然働いてくれてない。武器の購入ばかりしてる。で、2013年の頃には安倍首相がアメリカからの武器の購入は約1000億円だったのね。で、それがどんどん上がっていって、今や5000億円ぐらいになってるんです。ものすごい跳ね上がりですよ。それにもかかわらず、またどん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 とアメリカから武器を購入しようとしてます。こんなのちょっとおかしいですよね。で、今ね、沖縄においては、宮古島や南西諸島において自衛隊の配備をしようとしてます。で、今ね、どんどんと安倍首相が沖縄の南の方の島々に自衛隊をどんどん配備しようとしてるのね。これ外国近隣諸国から見ると、なんか日本は戦争の準備してるんじゃないかと、なんか砦を作ってるんじゃないかというふうなね、不安を感じてると思うんですよ。だからそういったことではなくて、本当にこう、もうこれから日本は平和な社会に生きていくっていうことを本当にこう宣言してほしいと思ってます。以上です。防衛だ、防衛、防衛が大事なの。ありがとうございました。先ほどね、生活保護費が叩かれて下げられてるっていうような話があったんですよ。それでね、国民の生命財産を守るために防衛が必要だっていう議論もあると思います。しかし本当に国民の命を考えたら、生活保護費っていうのは健康で文化的な最低限度の生活を保障する金額です。これを引き下げるということは、国民全体を等しく貧しくするということです。ですからよく考えて聞いていただきたいと思います。次に船橋市議会議員であります池澤道夫さんに一言いただきたいと思います。船橋市議会から参りました池澤道夫と申します。船橋市ではですね、自治体議員立憲ネットワーク千葉県っていう団体に議員4名が加盟しております。その4名で今年の4月と去年の4月沖縄の方へ行ってまいりました。沖縄の辺野古を見て、現地を見て、沖縄のおじいおばあたちが辺野古の海を返せと毎日毎日座り込みをしている姿を見てきました。報道では人を雇ってとか共産党の人が言ってるとかいろいろありましたけれども、実際に運動しているのは紛れもなく沖縄県民の人たちであり、おじおばあが命を張って力ずくで頑張っている姿を見たわけであります。そしてですね、相手方、警備をされている警察の若い隊員たち、そちらの方も実際に目の前にしてまいりました。私の印象は、警察の若い隊員たちも好きでやってるわけではないと、職務だからやってるんだと、沖縄の人たちがお互いに争い合うことは決して望んでいることではないということを確信しました。まあ職を得るためにそういう仕方ない仕事をしているんだなという認識もございました。それで、これをやはり沖縄県民だけではなく本土ですね、私たち一人一人が少しでも意識を持って沖縄の人たちの負担を減らす、共有して本土の人たちとこの苦しみを分かち合い、そして日本全体でオスプレイの配備を認めない、そういう活動をしていかなければいけないと思いました。北朝鮮は日本を攻撃するつもりでやってるわけではない、大変脅威ではあります。そのことは認識しておりますけれども、北朝鮮は決して日本を攻撃するためにやってるわけではありませんと、北朝鮮は侵略ではなくて力を認めてもらいたいという思いがあるのだと思います。なので、日本を
攻撃すると言ってるわけでは一切一言も北朝鮮は言っておりませんので、対話が大事、安倍総理には 対話をしてもらいたい、トランプ大統領にも北朝鮮と対話をしていただきたいことを、望んでおります。ぜひとも平和的解決を望むことを、訴えて、私の訴えとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。力強いメッセージでした。それではですね、元陸上自衛隊のレンジャー部隊の隊員でありまして、現在は平和を求める元自衛官と市民の会ベテランズ・フォー・ピース・ジャパン代表であります井筒隆夫さんからお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、元陸上自衛隊埼玉県朝霞駐屯地の第31普通科連隊というところでレンジャー隊員をしておりました井筒隆夫といいます。今日はですね、私15時からと思ってしまいまして、14時から始まっていたということでですね、すいません遅れましてお詫び申し上げます。さてね、私自身がね、申し上げたいことは1点、まずね、国防省、アメリカ国防省とか国務省が今北朝鮮のことをどう見てるかっていうのを簡単にお話します。まずですね、北朝鮮とアメリカ戦争したくないっていうのが国防省の本音です。アフガン、イラクで米兵使い果たしていてね、今や経済的徴兵制ではなくてグリーンカードといって国籍は持ってない兵士までイラク、アフガンに送らないとアメリカの陸軍尋問しかできないっていう状況なんですね。でその上でさらに、トランプさんとかはね、この間武士の国だから8月のね、ガムに飛来、あるいは知床にとか、知床じゃなくてそこはどこでしたっけ、北海道のこの間あったのは東屋岬、東屋岬、東何岬だったか、そうや岬、あ、エリモ岬か、エリモ岬の飛んだ時になんで武士の国撃たないんだって言うんですけど、残念ながら届きませんとかね、宇宙国際ステーションの150キロも上空を飛んでるところ、それを日本の領空とか領海とかね、領土とかって言わないんです。これ国際社会の常識です。もしそのところでああだこうだ領空侵犯だって言わなきゃいけないと、日本の気象衛星ひまわりももう軍事衛星も飛ばすことができなくなっちゃう。常に領空侵犯しなきゃいけなくなっちゃうっていう話で、これをですね、世界最強アメリカ軍を牛耳るですね、トップのトランプさんがイケシャーシャーと言って回っちゃうって、一体国防省も国務省も退役軍人の会もどんなことをあいつにレクしてんのっていう話になっちゃうんですね。で私からするとトランプさんも右側の人も真ん中の人も左側の人もね、みんなお花畑なんですよ。でどういうことかっていうと、陸自24万しか隊員いません。在韓米軍、在日米軍合わせても100万人も満たない。北朝鮮の陸軍だけの兵士100万以上いる。通常兵器だけでもね、ノドンとかスカットっていうミサイルだけでも国防省データで2013年250機日本全域に届くのはね、今年の3月のデータ320機、日本の持ってる PAC-3 っていうミサイル全部で17機しかない。しかも17機があるところでね、じゃあ奈良市にもあるよ、奈良市の駐屯地に送れよって言うんだけど、それが本当に皆さんが暮らす生活圏のところで生命と安全を確保するためにカバーするのか、しません、できません。皆さんのところなんか守ってたら自衛隊の基地がやられちゃうんですよ、在日米軍基地がやられちゃうんですよ。だから米軍基地、日本の駐屯地基地に PAC-3 っていうのは置くことになってるんですよ。しかもね、17機しかないのに北海道から沖縄まで全部守るって言ってるんですよ。アメリカは24機在日沖縄米軍基地を守るために24機置くんです。沖縄のね、嘉手納っていうところに24機置くんですよ。24機置いて嘉手納基地を中心として米軍基地を守る沖縄の日本の米軍の戦略と、日本が17機しかなくて日本の生命と財産は万全で守りますって言ってる菅官房長官、どっちの軍事的なプレゼンスを皆さんは信じますかってことなんですよ。それはね、どう見たって1億2000の日本人守れない。残念ながら自衛隊のね、予算と24万の隊員とそれから兵器全部合わせても太刀打ちいかないんです。それがね、だからこそ
軍事の世界にいた人間として言わせていただくと、圧力も大事だけど常に対話する交渉するっていうこともセットで行うんですよ。ところがね、まあところがね、ちゃんと対話できたかできてねえだろう。お前な、それ小泉政権の時にやったかやってねえかって小泉さんに言うよ、ボーゲ。あのな、いいかいいか、ど素人はな、黙ってちょっと聞きなさい、専門家の話を。まずね、あのね、小泉政権下っていうのは2002年から小泉政権やってるんだけど、じゃがじもげ、お前警察にな、守られてるからって調子ぶっこいてねえだろ、ほんとこの野郎って怒るぞ、お前。お前嘘かどうか、お前な、じゃあお前国防省行ってお前確認してこい、こらっていう話なんですよ。でね、ちょっともうああいうね、ほんとね、能天気のお花畑ムカつくんだけど、話を続けます。あのね、自衛隊がね、お前だったら今から予備自衛官補に入って登録して、お前予備自衛官補から予備自衛官になって、即応自衛官になって戦場行ってこい、ボケ。なんだからじゃねえんだ、お前国を憂うんだったらちゃんとお前体張れって言ってんだよ。自衛隊入隊しろ、ボケ。それで続けます。ほんといいよね、お前ほんと平和だからいいよね。それでね、あの話を戻すんだけど、もう笑うしかないんだけどさ、ほんとさ、あの自衛隊のね、能力を否定してるんじゃないの。自衛隊の現実を話してるわけで、PAC-3 は17機しかない、イージス艦は6機あるんだけど迎撃装置がついてるのは4機しかない。北朝鮮問題だって言ってアメリカが本土までね、これから核弾頭がついてミサイルが飛んでくる時代になっちゃったから、今一生懸命アメリカの本土防衛のために日本の自衛隊の防衛戦略はくっつけられて、それでイージス艦に4隻しかない迎撃装置を残りの2隻にも慌ててつけたり、お前知ってるか、イージス艦のもう2隻増船したりとかな、え、その上だよ、お前お前自衛隊の能力とかな、ちゃんと勉強してから喋れよ、お前。それで続けます。だんだんエスカレートしてるのに手をこまねいて黙って指くわえてたのはアメリカと日本政府だから、それは俺たちじゃなくてお前らが選んでる安倍ちゃんとか日本会議に文句言ってください。続けます。それでね、いいですか、それでね、続けますね。あのね、イージス艦は4隻しか迎撃装置ないって言ったでしょ、で残り2隻今つけてる最中です。でね、今度イージスアショアっていうのをアメリカから言われたいいねで買うんです。それが最長では約5年かかるって言われてるのね。で陸上自衛隊はイージスアショア初めて使うから、これから練習してちゃんと弾が当たるようにとか訓練して使いこなせるようにするためには2023年までかかるの。そうすると今が北朝鮮の危機だって言ってて、どうやって守んだボケっていう話なわけで、そんなところに圧力ってね、圧力、あ、お話し合いしてよ、お行くよ、俺を特使にしてくれよ、お前ちょっと官邸行って安倍さんに俺を特使にしてくれって頼んでおこい、言ってやるから。それでね、あのね、北朝鮮にね、なんだボケとかしか言えないね、あのお花畑をほっといて話を戻すんですけれど、じゃがしボケ、税金に食わしてもらってね、俺は民間人だボケ。それでですね、また戻します。もうさ、この漫談みたいなやめたいんだけどさ、あのね、それでね、4隻しかないイージス艦で今2隻つけてるって話したでしょ。でそのイージス艦は365日常時監視体制みたいなの今強いられてるわけだけど、そんなことしちゃうとね、イージス艦の乗組員は休みがなくなっちゃうから士気は下がっちゃう。しかもね、射撃訓練、シミュレーション訓練ができないちゃうから腕は下がっちゃうとかって、こういう現実があるわけで、こんな現実も分かんない安倍首相っていう人をね、最高指揮官に持ってる自衛隊はすごく悲劇でかわいそう。それからね、小野寺さんっていうね、文民だから平和みたいなね、幻想を抱かして戦争前のめりでね、稲田さんと何にも変わんないっていうですね、こんな防衛大臣をいただいちゃうね、防衛省は今悲劇ですよっていう話なんですね。そんでね、憲法9条がどうのじゃないの、あのね、軍事の話、本当の戦争の話をしてるわけ。しかも日本のね、おめえもねえだろお前レンジャー教育行ったことあんのか、実弾の下マシンガンの下、お前歩幅前進したかボケ。あのね、作ってねえよお前な、レンジャー教育作り話にしたら現職の自衛隊員にお前失礼だぞ。お前奈良市の駐屯地の前行って土下座してこいボケ。それで続けます。もうね、
屋敷の漫才じゃないんだからあんまり言葉を荒げたくないんだけど、あのね、そんで一般階級で言うと、今日本の借金って一般階級っていうカバー口だけで1080兆円のね借金があるの。赤ちゃんがね、赤ちゃんからお年寄りまで一人ずつ851万円の今借金がある状態なわけで、あいつらがね、今吠えてるやつらが例えば5兆円出してあげるからそれで戦争してくださいなこと言っても全然足んないんですよ、戦争する時の財源って。その戦争の財源どうするのかお前ら示せボケ。あのね、戦争するにはコストがかかるわけ。おい今さ、さっきの対戦で戦死者にさ遺族年金年間いくら使ってるか知ってんの？答えてみろよ、遺族年金いくら使ってるか。さっきの対戦の遺族年金は年間いくら使ってるか知ってますか？お前そんなことも知らなくて戦争とか言ってんだボケ。お前も戦争言ってねえだろ。戦争言ってんより死んじゃった人に対する遺族年金今も続いてんの。戦争は終わってねえんだよ。知ってんだったらいくらだよ、いくらだよ、いくらだよ。バカ、戦争には金がかかるって話をしてんだよ。当たり前だよ、おめえと違って俺はすごいんだよ。あのね、それで続けると要はあの遺族年金だけでもね、さっきの対戦で3000億年間今でも使ってるわけ。もうどんどん軍事が減っちゃってね、もうあの少なくなってるって言ってる中でも、そういうね、そういうことを言ってる中で、じゃあ消費税を 10% にしてね、たかだか5兆円前後ね増やしたところで、それでちゃんと戦争も含めてこのままの日本経済も含めて今の情勢が維持できるかできませんっていう話なわけで、あいつらはね、あのサイバー攻撃とか電子パルス攻撃のことを多分知らないと思うんだけど、別に核弾頭を使わなくても北朝鮮にはサイバー軍というのがあって、それは平壌だけの話じゃないわけ。傭兵として世界中に散らばってると言われていて、そのサイバー攻撃だけをして日本の電力をねストップさせるだけでも、少なくとも54基の原発っていうのは福井で分かってるでしょ、メルトダウンしちゃうんですよ、停電したらね。でアメリカ本土は北朝鮮のサイバー攻撃をされた場合に復旧するまでに約2週間かかるって言われてるのね。でその2週間かかるっていう間に、日本の場合だったら54基の原発があるんでしょ、54基がメルトダウンで爆発したら日本全土あのもう放射能汚染されちゃうとかって、そういう現実があるわけだから、日本っていうのは絶対に、私はね、政治の超法規的措置は戦争っていう決断はね、それはあるのは否定はしないんだけれど、どうやって戦争を回避させるかっていうのは政治の最大の決断なんですよ。で外交の失敗が戦争っていうことをね、やっぱりね自覚すべきなの。しかもね、あちらの人はね、お花畑だからいいんだけど、ね、あのね、日本って職業受給率が 40% 切っちゃってるの。38% とか言われていて、海外からの輸入がなかったら、日本の食卓、居酒屋もマクドナルドも何にも立ち行かないわけ。エネルギーは自前で供給できないわけ。ね、もうロシアから天然ガスちゃんともらえる契約結んでますか ?FTA って言ってね、二国間協定とか結んでますか？結んでません。食料の安全保障もできてない、エネルギーの安全保障もできてない。あなた方の嫌いな中国から日本は44兆円も経済で稼がしてもらってんだよ。中国を無視してアジア経済を無視して日本の経済は立ち行かない。エネルギーもない、食料もない、経済活動も自前でままならない。戦争をやるとしても短期決戦しか持たない、それだけの人用しかない、防衛予算もない、これでどうやって戦争するんだっていうボケなんだよ。こんなんで安倍晋三みたいのが戦争アメリカのトカゲの尻尾じゃないけどね、虎の家を借りてギャーギャーピーピーこいつらみたいに騒いでるだけで、解決するんだったらとっくに解決してんだボケっていう話で、それでは解決しないから、ちゃんと外交交渉して大人のね表と裏でやるっていうことぐらいを軍事力の圧力とセットでやるの。でもそれは今まさに圧力じゃなくて外交交渉にシフトをチェンジしないとダメなわけ。お前さ、アメリカが外交交渉するって言ったらお前アメリカ大使館に文句言えよ。お前アメリカ大使館の前でお前でもしろよ、外交交渉すんなって言ってこい今から、お前アホんだら。でこういうことをね言うと品が落ちるから、こういうことはあんまり言っちゃいけない。私はね、素養も教養もない元軍人だから、こういう言葉をついつい使っちゃうんだけど、もうちょっと私の独演会にしちゃうとまずいので、この辺りで終わりたいと思います。おまわりさんの皆さんもすいません、公安の皆さんもありがとうございます。あの、お前さ、今から俺言ってやるから、今からお前
だからどうした、お前今から言ってるから右手だけで、右手だけでお前に戦ってやるよ。その代わり3分でお前俺失神できなかったらお前しばくぞ本当に。手錠結びしてお前これから千葉港の港にお前沈めちゃうからね、手錠結びしていい、言ってやる。井口さんありがとうございました。あのねちゃんとした実績と知識に裏付けられた井口さんのね話にですね、本当に役を飛ばすことができないような人たち相手になっていいんですから、きちんとねレンジャーとして自衛隊で働いてこられた、そして今でも自衛隊の実態をよく知っている井口さんの話の方が皆さん足を止めて聞いていただきました、ありがとうございました。それからヤジの中でね税金で食ってるくせにみたいなありましたけど、公務員でもきちんと働いて報酬を得てるんですから、そういう発言はやめていただきたいと思います。はい、それでは皆さん移動しましょう。これからデモ行進の方に移動します。はい、それでは皆さん茶々入れたい人たちは少し離れたところからまた妨害をしてくると思いますが、私たちはこうして駅で足を止めてくださっている人たち、それから沿道を通っている人たちにこの習志野基地の問題をしっかりと訴えていきたいと思いますので、整然とデモをやりたいと思います。今から、新京成の新津田沼駅の前の公園の方に移動しまして、そこからデモに出ます。あんまり体調良くないなっていう人は本当に5歩でも10歩でも構わないので、一緒に出発をするときにみんなで一緒に出れたらいいなと思います。それでは移動しましょう。よろしくお願いします。